皆さんこんばんは。こんばんは。さあ11月4日木曜日、情報ザリガニ柳谷でございます。本日のコメンテーターは高木美優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そしてユミティさんもよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。さあそれでは今週の気になるトピックス参りましょう。こちらどんどん、はい、こちらの2つです。おお、なるほどね。うんうん、どういうことなんでしょうかね。気になるところと、まあ、どちらも気になりますが、はい、行きましょう。はい、セガは11月1日スーパーゲームと掲げている大型グローバルタイトルの創出に向け、マイクロソフトと戦略的提携の検討を進めていくことを合意したことを発表しました。うん、あとですね、マイクロソフトが保有するクラウドファン、すみません、マイクロソフトが保有するクラウドサービス Azure を活用し、 5G などに対応する大型ゲームタイトルの開発を進めるとのこと。うん、具体的な契約の内容は明らかにしていないが、資本提携や出資は想定していないと説明しています。うん、はい、ということらしいんですよ。何か新しいゲームが出るんですかね。まあね、ちょっと我々よう分からへんけども、その、はい、お互い得意分野っていうのがきっとね、あるやろうから、そこがという、セガさんとマイクロソフトさんが協力するよってことですね。楽しみですね、何が出るのか。宇野さん、マイクロソフトに出向とかなんのか。そう、どうでしょうかね。マイクロソフトの宇野ですとかって言わへんの。いや、そうなっちゃうのかな。すごい、髪の毛、茶髪とかなんのかな。グローバルな感じに。すごい、それはないと。なるほど。5G などに対応、まあ、噂では FPS のゲームが出るんじゃないかと思いますけれど、国産のね、人気ですもんね。国産の FPS ってあんまりないんですか。ないかな。あんまり聞かない。ああ、だからそれがセガさんと手を組むことでと。でってことかもしれないし、どうなるかを楽しみに。というわけで、じゃあ続いてのトピックスいきましょうかね。なるほどね。はい、楽しみですね。はい。ランキングサイトみんなのランキングは先日、泣けるゲーム人気ランキングと題してユーザーアンケートを実施しました。結果、3位は恋愛アドベンチャーゲームのクラなど、2位はドラゴンクエスト5天空の花嫁、1位はなるる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 という結果となりました。はい、というわけで10位にヤナちゃんの大好きな狼入ってますね。はいはい、狼入ってますね。まあ、まあ、その泣けるかな。そうなの？あら、泣いた覚えはない？ゲームはめちゃめちゃ面白いよ。もう俺にとってはもう過去トップ5に必ず入るぐらい面白いんだけど、泣けるかな。あら、ちょっと山ちゃんにとっては違かったかもしれない。泣かへんし、泣かへんし、泣き待ちだった。ちなみに、じゃあ1位は何だと思いますか？私はバッコシ当たってました。バッコシ？バッコシ当たってた。バッコシ？バッチリしっかりってことね。バッチリしっかり。バッコシ。これが1位だろうと思ったのが1位でした。みーちゃん何だと思いますか？何だろう。でもクラナドとかもありますから、私リトルバスターズがすごい好きで、キンさんの。でもあれ違う。俺はもう素人考えで。1位は何だった？でもユミチは1位。でも当てた方がこう素人考えが一番当たるからな。何だと思う？確かに。泣けるってなんかみんなの思い入れとかも結構あったりするから。だけどだってあれじゃないの、あの名作だって結構正解先から出てるし、コメントあの名作がないから。あ、これでもあるか。そうか、ファイナルファンタジー入ってるもんね。ファイナルファンタジーシリーズがありますから。ああ、そういうことか。ナンバリングを言っていただければ。リトルバスターズは31位。ああ、そうなんですね。入ってるんですね。僕夏とかありますけれど、もう言っていいですか、なんか出てこない。はい、どうぞ。ファイナルファンタジー10に決まってるでしょって。そんなの。ファイナルファンタジー10、あ、そうなの。10に決まってるじゃないですか。そうなんや。もうだってさ、なにこれ全然熱量も違う。いやいや、そうやってるやってへんがあるから。やってないんですよね。やってない、俺も。わかんない。そう。わかったけど。やっぱもうみんゲームやってる人はもう。ちゃんと泣いた映画、泣いた映画じゃ泣いたゲームあるでしょ。はい、いろいろある。いろいろ。でもデスストランディングとか。おデスストランディング。俺確かにストーリーでもすごいですからね。俺はもうダーククロニクルっていうので、あのレベル5さんの一番最初に出したやつで、なんかあの特
最後までいけたっていう涙やな。あ、うん、そっち、うん、あと達成感の、あの、し、ほら、バーンってもう全然ダメ出てこないわ。あの一週企画で1週間かけて、はい、あの やったゲームがあんのよ、はい、死にゲーの走りのあれなんていう、はい、そうか、ダクソデモンズ、ダクソ、うん、デモンズソウルか、デモンズソウル、うん、あれも終わった時にやったって言ってちょっとツツッと泣いたとともに元に戻るっていう絶望感でもう一回泣いた。でもあれは武器が引き継ぎできるから、いやいや、もう二度とあの世界はっていうの、まあそれは覚えあります。でもそれで言ったら私もう坪おじさんが一番そっか、もう割と地獄の2ヶ月みたいな、家の壺にたまるぐらい泣いたよ坪おじって私はファイナルファンタジーテーマもちろんですけど、先週紹介したゼロの3作目の姿勢の声ってやつが一番大泣きしましたね、ストーリー的に。怖いやつだけど面白いっていうね、続いてたもんね、もう本当に大好きです。ぜひね、マザーってよく聞くよね。マザーは2と3がランキングに入ってますね。すごいですね、シリーズで。あー、なるほど、やっぱみんなすごい。まあでもハトラクエね、でもクリアできて泣くっていう意味のランキングじゃないと思うよね、ストーリーが。ストーリーが泣けるのランキングですから。私結構その恋愛シミュレーションゲームみたいなのすごいハマってたんで、やっぱ白王記とかは泣きながらやっちゃいました。やっぱそのストーリーに、乙女ゲームね、懐かしい、うーって泣きながらやってました。いや、ダーククロニクルでもそういうとこあったと思う。ちゃんとちゃんと話で話して、あ、そうか、過去のこれ、あーあーっていうのでね、うん、泣いたことありますよ、はっきり言って。あとはあのジョジョの奇妙な冒険、ジョジョのやつ全部泣きましたよ。うわ、なるほどみたいな。まあそれも元のストーリー思い出して泣いてただけやから。歌教員とかね、それで泣いてただけやから。また違うかな、アニメとかがあると、そうね、あんまりとかもありますね。ゲームを完璧にクリアしたっていうのが、いける、うん、なるほどね。でもこれはランキングないけど、9はなんで入ってないんだろうってすごい気になりました。ファイナルファンタジーの9も絶対みんなエンディングでお泣きしてるはずなんですけど、なんで入ってないんだろうって。いやでもこれは一つのこのなんていうかな、今後これ全部できるわけでしょ、今からでも、そうでもない、できないのもあるん、あるかもしれない、でもこれをほら何ていうの、目標っていうか手本っていうか、こういうのを やればいいんだっていうのが、泣きたい時はね、泣きたい時、あ、確かに NF9 号泣したよね、あ、いたいた、よかった、ポッチャさん、ね、ビビね、ゴリラバナナさんもそうだよね、あ、9いいですよねって、ほらないもいいですよ、これもこれもやっとけみたいなないの、みんな的にこれも泣けるよっていう、あ、知りたい、手軽なやつで、手軽やっぱ泣く時はそれなりのプレイ時間があってからこそなんですよ。でもあれ嘘つき姫、俺は結構泣いたよ、あれ良かったよ、あれ話だったよね、そんなとはやってないよ、ほんまにこうあたたたってくらいやけど、おっさんの涙やから、おっさんになってくると変なとこで泣けてくるからね、子供が虹が綺麗って言ってただけでツーって泣いてもらう時とかあるからね、おっさんになると、おっさんになると、一応シクラさんがいたら、シュタインズゲートっていうのがあるんだけど、そうだそれだそれだ、もう泣きますよね、人によってはそれ泣くで、千原さん、千原さんゲームを僕頑張ってやった方がいいですかね、いや、アニメの方が分かりやすいから見ろって言われてはいっつってすぐアニメ見ましたけど、ゲームもめっちゃ俺がゲーム下手な知ってるから、もうやなちゃんはゲームもうでけへんから、だからアニメ見なさいって言われて、あ、メタルギアソリッド3めっちゃ分かる、3泣いたな、3やったで俺も泣いたよね、メタルギア、ネタバレになっちゃうから本音話せないけど、あそこのシーンでめっちゃ泣いたな、メタルギアもね、泣けるシーン、笑えるシーンもいっぱいあるし、あったしね、いやー、何ちゃんとこ泣ける、ありがとうございます、みんな下弦泣きますって書いてますね、はい、わかる、ボトムズなんかで時間が足らないで、またなんかこの話しましょうね、あえて手について全然喋れてないんで、私新鬼武者というわけでありがとうございました。
この後はマリオパーティー